今日はお琴のガタ止めについてお話ししたいと思います、えー、舞台で演奏しようとしている時に、えー、お琴がこのようにガタガタと、えー、上下してしまいますと演奏にも非常に差し支えますし下手をするとカタ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 という音が客席にまで届いてしまったりします大きな舞台で鈍調を下ろしてお琴屋さんが楽器を並べてくださるような時には 小手屋さんが一つ一つ一面一面のおことの型を調べて型止めをしてくださることも多いですがもし先生にでもなろうという方々はぜひ自分でもきちっとした型止めができるようにこの型止めの仕組みについて覚えてくださいこのおことは私の教室で初めておことに触れる方 まだ自分のガキを持ちてない方のために、えー、貸し出すおことです相当年数は経っていますけどもまだそんなにひどい方は生まれていません、えー、それでもここを少し触ってみますとガタガタガタと言います、えー、横から撮ってみましょうか ちょうど金の糸の下、流、え、角、ー、の、えー、手前側、膝側の方で浮いているのがわかります。えー、ガタガタが起きる、おことがガタガタする原因というのは大きく分けて2つあります。1つは、えー、床の問題、もう1つは楽器の問題です。床が問題になるときには、えー、例えば畳の床とか、 えー、そもそもが平らではない床の場合にはどうしてもガタが起こります。これは楽器のせいではないので致し方ないですがおことに関して言えば畳の上で演奏されることも多いでしょうから。 えー、ガタはつきものだというふうにお考えいただくべきだと思いますもう一つは、えー、楽器のねじれによるものです年数が経った楽器は、えー、次第に乾燥が進みますその結果どうしてもねじれというものが起こってきます楽器がねじれると片側が、えー、ガ,タガタ言い出すとこれについてはもうこれも仕方がないことなので、えー、何とかしてガタを止めるしかないわけです それでは実際に楽器がどののよううにガタガタタしししてているるかをを正しく見つける方法を考えてみましょう今から約40年ほど前私は修行時代にお琴屋さんでアルバイトをさせていただいておりましたので大きな舞台で鈍調が降りている影で楽器をたくさん並べて一面一面ガタ止めをして回るというようなことも随分やらせていただきました。多くの場合 ええー、鈍調が上がる直前に楽器屋さんはあの舞台の正面鈍調の陰で舞台の正面に出て皆さん肩は大丈夫ですかというようなお声がけをします。そうするとそこでよく見かけるのがこのように右手をえー、リューズここに当てて上から押してこう揺するんです。こうやって揺すって。 このように揺すって「大丈夫です」とお答えになるんですえ実はこれは全く正しくないやり方です上から押して揺するんですからガタはなくなります押してガタを潰しているわけです、えー、正しい型の見つけ方というのは上から押すことではありません型、えー、というのは楽器の浮いている状態ですからこのように龍角の辺りに手を当てて 上下にカタカタとこう揺すってみます。上に持ち上げて話、えー、してみる感じです。そうすると今ここちょうど金の糸の下あたりで隙間が空いていることがわかります。反対側を見てみましょう。こちら側は1の糸の、えー、側ですがこちら側を持ち上げても型は出ません。今ちょっと持ち上げて 揺、えー、すっていますがこちら側はきちっとついている状態ですこう手を当ててこうやりますかその時にこちらの金の側はカタカタとここに隙間がありますつまり楽器を上から押さえるのではなくてどっちの、えー、側にどちら側に金の側なのか位の側なのかどちらに 下の金台または立相台と隙間が空いてるのかを発見しなければいけないということですさておこと流角側で金の方に型がある場合流尾側でも同じように型が起こります今この楽器は金の糸の下で型がと言ってますからこちら側流尾で行くと今度1の糸の側に型がありますここで 浮いています反対側はきちっとついている状態ですつまりおことのガタというのは必ず楽器の対角線上に両方とも出ますそれでは実際にガタ止めをしてみましょう、えー、よくおこと屋さんが持って回っているのはこういうゴムですね これは「ガタ止めのゴム」というふうに思われている方もいらっしゃるかもしれませんが実はこれはもともとはガタ止めのゴムではありません正しくは「箏の座」とはいいですね座は座椅子の座座布団の座ですね座るという字の座です箏の座といって本来はおとの幅よりも長いゴムでこの近代の足の下に敷いて使うものです えー、今ではあまり見かけなくなりましたけどもこのような近代ではなくてしっかりした猫足という一,台あの一面一面のことに付属してくるあの足をつけてそれで格式の高い演奏をするような時には楽器が滑らないようにするために「琴の座」という厚手のゴムで少し氷炭型をしていますけども、えー、両方の猫足が、えー、乗るような滑り止めのゴムを敷くことがあります。 でこれは決してお安いものではなくてとの座1枚で1,500円から2,000円するようなものですが、まあ、おこと屋さんは惜しげもなくそれをこのようにちょん切って、えー、ガタ止めに使っていらっしゃいます、えー。これよりも薄いゴムでも構いません。 ただ、あまり柔らかいものや、もともとゴムにクッションのあるものは、型止めには使えません、えー。とりあえず何でもいいから挟んじゃえということで、えー、柔らかい折り曲げやすい、えー、ゴムを挟む方もいらっしゃいますが、これでは残念ながら役に立ちません。さて、では実際に型止めをしてみましょう。今、この楽器は、ここが浮いています。楽器の金の側の下です。まず、このゴムを、この下、 近代楽器と近代の間に1枚入れてみますこのようにここに挟みますつまりここの隙間を埋めてみたということです今1枚埋めてみましたどうなりましたかまだほんの少し動いていますそれでは、えー、2枚目を入れてみましょう、えー、今この1枚と2枚重ねて、えー、2枚目を入れます 今度はどうでしょう。はい、これでほぼ動かなくなりました。型がなくなった状態ですえ。ガタ止めをするというのは、楽器の浮いているところ、金台または理想台の中、理想台の上で楽器のどこが浮いているか、金の側が浮いているか、一の側が浮いているかを発見して浮いている側を埋めるという作業です。 先ほどどのののこのガタ止めのゴムですけども琴、えー、の座1枚、えー、1,500円2,000円をかけて手に入れて自分で切るとこれ実は私が買って私が切ったものですけども、えー、なかなかそれは、えー、お高くつきます。もしお付き合いの深いお琴屋さんがいらっしゃるようでしたら、えー、舞台がある時に、えー、こっそりとそのガタ止めのゴムを1枚2枚分けていただけませんかとお願いしてみてください。 えー、もしかしたらこのゴムいただけるかもしれません、えー、あなたが舞台に上がってお琴を弾くような技量が身についてきたのであればいつでも、えー、ガタ止めができるゴムこの厚手の琴の座を使ったゴムを1枚2枚、えー、忍ばせておいて、えー、決してお琴屋さんだけに頼ることなく自分でも自分の楽器のガタの状態をしっかり確認して、えー、いつも安心して、えー 心ゆくまで演奏に集中できるような体制を作っていただけたらなと思います。はい、今日はここまでです。